よ。知ったあなたはあなた自身が傷つくことで誰かを守ろうといつも考えてしまうの。はじめから私に目隠ししたのはあなたね。ワイングラスは本当は二つあったのでしょう。彼は毒で死なずとも、いずれナイフで死んでいたのよ。あなたの代わりに謎解いてあげましょう。こんな形で事件を終わらせはしない。錆びついた呪いを解いてあげましょう。意地悪な人がかけた呪いよ。たことに無駄としか思えない。あの事件の時あなたは本当に飛んでいた。もうすべて過去に終わったことだというのなら、どうしてあなたがそんなに焦る必要があるの。彼らは一人と二人しか殺さず犯人にはなれなかった。その耳元でささやいてあげましょう。あなたを間違えて殺してしまう前に、私があなたを謎解いてあげましょう。極悪な犯人はあなたではない。私を助けたその腕がピアノを弾くためにやるとしていたら、私は奪わずにいられたのかしら。私が再び謎かけてあげましょう。この謎を解いてしまう人が現れるなら、この物語に閉じ込めてしまいましょう。もうこそ私たちだけの世界へ。